確かにこのコロナ禍、非常にいろんなどんな職種の方も大変な思いをされているとは思うんですけど、僕の中では多分これ以下がないかなと。もう一番厳しい時に創業すれば、ここを乗り切れば、あとはもう上に向けるかなというところも踏まえまして、とにかく前向きに捉えてたきっかけで、ちょうど昨年の9月っていうところではありました。前職の会社が不動産の仕事も当然だったんですけども、あと新築の建築の方を手掛ける会社に僕は在籍してまして、不動産の仕事ですと新築だけではないので、お客様の層がまた幅が広がるということも踏まえて、そこを先を見据えた時に自分の営業の幅をちょっとこう広げたかったので、そこが一番の独立の決め手というか、ポイントだったかなとは思ってます。なるほど、はい。最初その創業する上で、何も分からなかったのが正直だったんですけど、手探りでやっぱり今インターネットで検索をした際に、商工会議所さんの、セミナーをウェブでちょっと拝見して、何事もちょっと話を聞かないことにはっていうのがきっかけだったので、今思うのは正直やっぱ自分のこうモチベーションが上がるきっかけになったかなというところと、4回のその受講の中でいろんな職種を開業されようとする方と、少ない時間ではありましたけども、お話を聞くことによって、こう創業したいっていう思いがもうとにかくひしひしと伝わったので、そこがこう勇気づけられたというか、自分もこうできるのかなというふうにはやっぱ思いました。はい。やはりその創業する上で、例えばこう金銭面的なところとかっていうのも当然大変だっていうことも踏まえて、お話を伺ったんですけど、やっぱ僕は2回目あたりの、そうですね、セミナーの時にそこを結構なんか記憶に残ってるんですけど、やっぱ気持ちが一番大事なのかなというところがとにかく印象付けられてはおります。はい。きっと皆様、その受ける方も多分こう不安だと思うんですよね。何が不安かというと、果たして自分でできるのかどうなのかと、創業することが最終目標では決してないと思うんですね。事業を、スタートすれば、あと継続していくっていうことが一番大切なことだと思いますので、そういったところのきっかけを少しでもこう掴み取っていただいて、夢を叶えていただけたらなとは思っております。はい。